はい、皆さんこんにちは、ザッピーです。今回はトゥモローネバーノーズですね。まあ評論家の人たちが好きな曲じゃないでしょうかね。トゥモローネバーノーズっていうと、まあおそらくこうね、ビートルズのこの曲の中でのこう挑戦というか、改めてこうね、新しいことにトライした姿勢というか、この曲の意義というかですね、そういうことを、まあ、よくこうね、昔から語られてますよね。なので自分がここで何かつべこべ言ったところでも、この曲の評価というのはある程度っていうか、まあ、かなり決まっていて、まあ、何ら変わるものではないですね。なのでまあこれからね、自分が何をつべこべ言うかというと、単なる自分の、ビデオ日記という感じで暇つぶし企画ですので、それでよろしければということにしてください。はい。まずリボルバーはですね、これ案外ポール・マッカートニーのアルバムみたいなニュアンスが強いんじゃないでしょうかね。ビートルズは最初はジョン・レノンがこうね、グループを管理する、統制するみたいな感じだったんですけれども、それがこう力関係がだんだん逆転していったのはリボルバーからみたいなね、言われ方をしてることが多かったですね。その昔は。今はどうかわかんないですよ。でも僕らが高校生とか、まあ、学生の頃は特にそんな言われ方をしてたような気がします。まあ、で僕の方はですね、実はそうあんまり思ってないんですね。でこのアルバムというのはもちろんヒット曲というか、人気曲というとポールの曲の方が人気ですよね。エリナー・リグビーとか Here's the End Everywhere とかイエロー・サブマリンが入ってるわけですからね、まあ、圧倒的にポールの方が目立つといえばその通りだと思います。でもですね、僕はもう、そうですね、聴き始めて2、3ヶ月ぐらいするとですね、まあこれはジョン・レノンの作品の方が圧倒的に好きになっちゃってまして、今でも変わんないですね。I'm Only Sleeping もそうですし、She Said, She Said 大好きですね。And Your Bird Can Sing も好きですし、ドクター・ロバートなんて本当はめちゃくちゃ好きなんですよね。で、Tomorrow Never Knows があってということなので、まあ本当に、僕にとっては未だにジョン・レノンの代表作みたいに聞こえてしまうアルバムなんですよね。まあ、ジョージ・ハリスもいい味出してますのでね、もちろんタックスマンとか僕の好きな I Want to Tell You なんかもあるので、三者三様、まあ、リンゴスターもボーカルでいい味出してたりするんでね、まあ、そこはやっぱりチームワークはあるんですけれども、一番目立つのはジョン・レノンと僕にとってはですね、そうなってます。で、Tomorrow Never Knows はまあ、ちょっと変な言い方なんですけれども、好きになったこと、大好きであったことは一回もないですよ。この曲が好きで好きでたまんねえやっていう感じにはなったこと一回もないですね。むしろあんまり聴いてない曲ですよ、本当に。ただですね、一回こうアルバムを聴いて最後まで行って Tomorrow Never, Never Knows で終わっちゃうと、Tomorrow Never Knows の存在感がやたらでかくてですね、アルバム全体が Tomorrow Never Knows の印象で終わってしまうという感じなんですよ、僕は。なので普通は全然聞かないんですよね。全然興味もないんです、はっきり言うと。ですが聞いちゃうと心が占拠されちゃうんですよね、この曲で。そのくらい個性的なんですよね。こうずっといい曲が流れてくるわけですけれども、リボルバーっていうのは。で、最後にこの不思議な曲が流れてきて、一挙に雰囲気が変わってしまって、占拠されて、で、終わっていくと、なんかこう、心の中に空洞ができた感じになるんですね。ですっごいこう、何か、まだまだ欲しがるっていう感じの空洞がそこにできてるんですけれども、リボルバーを聴いた後にサージェント・ペパーを持ってくると、その穴を埋めるようにサージェント・ペパーが始まるわけなんですよね。で、心の中にでっかい隙間があるんですけれども、サージェント・ペパーがどんどん入ってくるという感じの、まあ自分としてはね、もう聴き方が割と定着してたんですよ、長い間。まあなんでそうなるのかっていうと、もうこれはね、やっぱりジョン・レノンの力ですよね。プロデューサーがどうのとか、まあギターがどうの、ベースがどうのっていうのは僕はほとんど関係ないですね。やっぱり、まあドラムは確かにユニークなね、演奏してますし、逆回転入れてみたり、いろいろやってますよ。ただそれは
雰囲気、味を出してるわけなので、その雰囲気とか味でそんなでっかいね空洞ができるわけじゃないんですよね、僕の場合ね。やっぱりジョン・レノンがなんかこう不思議な歌い方して、こう不思議な世界に連れてってくれるわけですよね。このジョン・レノンの存在感っていうのはもう今でもそうですし、最初から最後まで他の人にはないんですよね、まあ、ビートルズの中でもないんですよ。まあ、前にも僕はね言いましたけれども、動画を作ったんですけれども、まあ、後半になってくるとジョン・レノンは特にポール・マッカートニーの作品にねちょっと嫉妬というか羨ましさを感じて、そのヒットする作品をどんどん作っていくと、偉大な作品を作っていくポール・マッカートニーに引け目を感じたようなね発言もしていたとか、そういう、まあ、報道され方もありますよね。まあ、ですが、まあ、この曲なんかその典型的に僕は逆だと思っていて、もうジョン・レノンがやる世界は誰も真似できないと、全く他の人が替えが利かないんですよね。だからそんな嫉妬とかそんな羨ましいなんていうことでジョン・レノンは落ち込むっていうのかな、多少でも引け目を感じる必要は全くないって僕はやっぱりこういう曲、この曲を聴くとですね思ってしまうわけですね。まあすごい人ですよ本当に。まあこのリボルバーでもそうですし、サージェント・ペッパーでもそうなんですけれども、ポールのアルバム的なね位置づけになってると思いますよ。まあ、ですが、まあ、それはもちろん認めますっていうか、そう思います。ポールがいなかったらこの統制されたね感覚っていうのには、コンセプト的な感覚にはなんなかったかもしれないんですけれども、ポールとジョージ・マーチンはね偉大だったと思います、その意味ではね。まあ、ですが僕はやっぱりファンであるがゆえにですね、この2枚のアルバムともやっぱりジョン・レノンのアルバムなんですよ僕は。でそのトゥモロー・ネバー・ノーズがですね、このアビーロードじゃなかった、ごめんなさい、リボルバーの、ずっとねタックスマンから流れてきた名作、それぞれのいい曲をですね最後に全部かっさらっていくというところにやっぱり凄さを感じますね。ジョン・レノンがやっちゃうとかっさらって持ってっちゃうんですよ。まあそれはねやっぱりサージェント・ペパーの方のアデイ・イン・ザ・ライフでも言えてることで、まあ、ジョン・レノンがその自分の世界を作ってですね歌ってくれて本気になってやってくれちゃうと、もうかっさらっていっちゃうわけですね。他のは素晴らしいんですけれども、やっぱり一瞬かもしくはある程度の時間の中で僕はジョン・レノンの世界だけに浸ってしまうわけですね。ついこの間ね、ジョン・レノンがもう本当の悪道で非人道的なことばっかりやってたということで、ひどいやつだという動画をねちょっと作ったんですけれども、正直なところそういうところは責められるべきだと僕は思いますよ。やっぱりどれだけね偉大な人間でもやっぱり人を傷つけてまで、ね、お金をかっぱらうとかそういうことやってたら、それは言い訳のしようがないと僕は思ってしまいますね。それは僕は譲れないところなんですよ。ただやっぱりこういう作品を聞いてしまうと、譲れないのは置いといて、とにかく才能を楽しませていただきますと、はい、もう敬服いたしますという世界に引き戻されてしまうというか、まあやっぱりジョン・レノンの才能というかな、アーティストとしての側面にはかなわないですね。そういう曲です。はい、失礼します。